は結局別な言い方をすると年寄りが若い人を邪魔してるっていうことですから。今回のエキスパートは解剖学者作家のヨロタケシさんです。あの今後こう高齢者の人口がますます増える、はい、で人口は。 減っていく、はいねまあ、少子高齢化、うん、まあ少子高齢化ってすごいネガティブな捉えられ方はすることは多いですけど与老先生は必ずしもそういう見方じゃないあ全然関係ない全然関係ない <laughs>、はい、えこれはじゃあいい点もあるし悪い点もあるでしょっていう世の中何でも同じですよねはいはいはい年寄りが増えるとそれほどまあ悪いことはしないでしょうしね、うん 元気いっぱいで、みんな引き連れて、さあ、うん、突撃とか言ってね、そういうことは減ってくるでしょ、<laughs> 僕らそう知ってますからね、ら逆の面ももちろんあるでしょう、経済から考えたらね、どうしたって元気がなくなる。 活性化しない、年寄りお金使わないし、ね、それこそ年金問題もあるっていうことなんですけど、でもまあね、それはなんとかなるでしょ。働きながら、働きはそう自分が食ってくらいなんて感じじゃないの、年寄りでもね、体が丈夫ならね。ただなんか例えばそのよく巷で言われることは、その若い世代が高齢者を支えなきゃいけないのが、どうつくてしょうがないみたいな話が。それがねあんまりひどくなるとね、仮にね逃げると思いますよ若い人が。 もっといい国がたくさんあるだろうって、だからそんなことあんまり心配する人ないんじゃないかな、極端までいかないだろうと僕は思ってます逃げ場がない時代なら別だけど、日本にいたら税金ばっかり高くてやってらんない女とこっか行くでしあ少なくともそれは全然可能ですもんね、そこに関しては例えばの話ですよね。 あと、それも、だから、例えば、ここ30年ぐらいの話なんだっていう。そういうことです。<laughs> なんか、一つのイシューを考えるにしても、なんかもう、それが未来永劫みたいな感覚になるけど、<laughs> 実はそういえば、結構、次元的なことっていう。そ,そういうことですよ。うん、だから、次の世代、今生きてね、生まれてるぐらいの人たちが、うん、年寄りよくて大変でしょうねって、うん、そう思うんなら、年寄り少し遠慮してあげればいいんですよ。<ー>それもね、自分のことだから気がつかない人が多,多いんじゃないかなと思う。 実はね結局別な言い方をすると、うん、年寄りが若い人が邪魔してるっていうことですからそれは時々考えた方がいいと思うんですね。れしいうのはね、うん、まあんまりそうですねはきはき言うと、うん、<laughs> 老人はやっぱり既得権持ってますからね。 確かね僕どっかで読んだんだけど遺産相続の相続する平均年齢が67だったか69だったかすごいでしょいくらなんでもね遅いんじゃねえかっていう気がするねそうですね相続させる方がじゃないんですよする方がそれによく出てるんじゃないかよくねこれ 後継者なんですとか言ってる人もあるんだけど <laughs>、うん、ひょっとしてお前さんがいるからじゃないかっていう <laughs> あのそこはやっぱりね一度考えないで本気で考えてねもし自分が本当に引っ込んじゃえば、はい、代わりにやってくれる人いるかもしれないんだけど、はい、いうことまで考えたらいいと思いますね。年配の人を<ー>言うとすればね。まあでもなんかその本気でっていう部分で例えば本当にこの社会をどうしてたらいいんだろうっていうことの中で、うん、その与論さんが。 もう繰り返しおっしゃってることですけど、参勤交代の例が、それが、実はね、場所のことを言ってたんですけど、最近はね、年齢もあるんじゃないかな、年齢、つまりね、若い人って、責任持たせないと伸びないんですよ、ああ、ちゃんと責任を与えるこあれはね、がらっと違う、うん、まあでも、そうでしょうね、それまあ学生にね、例えば、介護やらせただけの経験でもわかりますよね。 あれって結構大変ですから、やっぱ本気でやんなきゃいけない、あえて亡くなった方だしね、あんな経験全くないわけですから、そうすると、やっぱり病気になって入院するやつも出てきますからね、頭の病気多いけど、そのくらいストレスかかるものですから、そういうことをやらせると、学生は大人になるんですよね、その分。ちゃんと責任を持ってやらせるそういうことですよね、仕事もだからやっぱり若い人にもうちょっと、本当の意味で責任持たせるようにしていく。 じゃあその先ほどの参勤交代が、その場所、まあ、今までおっしゃってたのは、その場所を田舎行って、都会行くっていう、はいはい、いわゆる参勤交代のシステムを導入した方が絶対いいっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、それは年齢のことでもあるそ、はい、いうことなんですよ、ねねうん、年齢でも時々ね、若い人入れて、うん、若い人にやらしておく、しょうがない、うん、失敗してもいいんですよ、しょうがない、それは。うん、すぐ今は失敗が一番困るっていう話になっちゃうから、安全第一ですからね。うん、でもそれは教育ってね、コスト変わるんですよ。はい それは僕、長いこと学校にいましたから、分かってるつもりです。うん、結局、自分を育てていくには、お金かけるしかない、ある意味でね、うん、コストをかけるしかない、うん、現金とは限りません。なるほど、それはじゃあ、失敗とかも込みでっていうことですね。いうことですね、うん。それを需要できる幅を持っておくということはコストということですね。皆さん忘れちゃったかもしれないけどね、うん、安倍さんがね、1> はい、第1回の時に、失敗しても回復できる社会って言ってました確か。 おぉ。だからちゃんと回復してるじゃないですか <laughs>、ね。<laughs> やり直しの利く。そうそうそう。ははそれは若くないとできないですよ。僕の年ではもうね、体力的にばテちゃうからね。お<の>年寄りには進められないけど、うん、やっぱり若い人にやらせてみるっていう、やらせてみるというのも、本気で引いてしまって、任せるってことは大事なことですよね。これなかなかできないんだよ。それ、えー、その、任せる側が。そう,そうそうそう。うん、やっぱ相当思い切らないのでできないことで。じゃあそこの ある意味思いっきりというか、その、個人のこと言って悪いかもしれないけどね、僕、大学、東大辞めてから20年経ってますが、ほとんど行ってないですよ、要するに、年寄りが顔出したら鬱陶しいだろうと、じゃあ、なるべく行かない、行かない、顔出さない、あとは任した、うん、じゃあ、そのやっぱり潔さが求年寄りには、僕はそれが一つ大事なことじゃないかなという気がします、若い人、その代わり信用しなきゃいけないですよね。 もちろんそうです結構大変なんで信用するのだって分かるもダメなのがそれは口も出したくなるそうなそれはそれは言ったら口出したくなるから行かない妨害結局そうですねじゃあ任せるならもうすっぱり任せるそれをじゃあ思い切ってやんなきゃいけないかなりやっぱり自分で思い切らないといけないと思いますねうん 農業人口ってすごく高齢化してるってみんな言うじゃないですか。はいはい。どうして若い人にやらせねんだと僕は思う。そうですね。やらせた方がいいけど、けどが必ずけど。だからそこは本気でない。今の状況でもいけるからやってるわけでしょ。なんとかやれちゃう。なんとかやれちゃうけど、なんとかなってないかもしれない。そうそういうことなんですね。そこ難しいとこですけどね。やっぱり変わるってそういうことですからね。 思い切って若い世代にバトンタッチさせないと。半端にやったらダメです。半端にやったらダメ,ダメ。ダメですよ。だって、まあね、責任取らないしね。<ー>どっちも。ある意味そ、そこはもう。 そう思い切ってやんなきゃいけないタイミングでもある。そうです。今が。僕はそう思います。先輩方。だって農業なんて、どうしても必要な職業なのに。それを年寄りにやらせておいていいのかっていうのはありますよね。じゃあ、もちろん人口減ってくんだから、そんな入れ替わっちゃったら、やる人いないよ。困りますけどね。でも当然今たくさんいるわけだから。生きてる人がね。年をとっても。少なくとも全部そう取り替えるなんて言ってません、私は。その任せられると。ころはきっちり任せる。 本当にに世間っっっちゃててるる人って多分いるんでしょうけど僕は少なくともそういうふうに思ったことないもん生まれてきたのは間違いじゃないけどなんでこんなとこにいなきゃいけねえんだろうっていうのは普通にあることでしょうそれを普通にないことだと思うから悩むわけでむしろそっちのが普通なんじゃないかなそそのこの世間にいて当然っていう人は政治家になってます大抵。<laughs> <laughs> こっちは遠慮して混ぜてもらってますって感じだからね。 そっちのが多いんじゃないですか言わないだけでうるせえ自己失礼して <laughs>